こんにちは、ドクターレーションでーす。今日は休みの日でですね、もうね、休み日ってなるとね、永遠に最近眠くて、フォーエバー眠いんですけど、リクエストをいただきまして、私のですね、この長さでの髪の巻き方をご紹介したいと思います。はい。どう？実は私、今、前頭ブリーチですね、しております。まあ、韓国ヘアが私は結構好きなんですけど、一回ね、前髪をね、めちゃめちゃ幅広くされちゃったことがあって、今それをね、修正してるんですが、こんな感じで、前髪も癖がある。ここが絶対こっち行ってるんですよ。なんでこれをちょっとどうにか直すために、水をかけていきます。はい、ということで、濡らしてまいりました。濡らした部分は本当にここだけなんですけど、なんか霧吹きとかじゃもうダメだと思うんですよ。私、水取ってここにこうやってつけてます。まあ、髪を乾かしたり顔に当てたりするといいっていう、本当か嘘かわかりませんが、そういうドライヤーです。弱い風で右からと左からめっちゃ風当てます。ちょっと前髪はどこまで作るかをここでこう先に決めちゃって、まあできるだけ前髪の幅は少なくとって、私は今ここだけぐらいですね。全体に映る前にこのタングルティーザーの家用のもので髪を溶かします。本当にこれを一回かけるだけで本当に髪がまとまるから、タングルティーザーは本当にやっぱいいです。わかりますか、このツヤの違い、これぐらい違うんですよ。ここからコテとか使う前に使うエチュードハウスのホットスタイルヒーティングプロテクターのヘアクリームってやつで、パサつかないようにしてくれて、ヒートからも守ってくれるっていうクリームですね。これを手に伸ばしてもう全体に一回つけます。腰にっけ、こんな感じでつけます。前髪のこの触覚っていうのかな、この部分間つけます。これで髪を巻く準備ができました。で、私の髪はこの間初めて行ったお友達に紹介してもらった銀座ローネスっていうところの目黒さんっていう人にやってもらったんですけど、韓国ヘア得意とかじゃなくて、韓国好きな人はこうだよねって言って、すごい段を可愛くつけてくれて、段のカットにされてからすごく巻きが簡単になりました。はい、で使っていくものはヘアビューロンです。2D プラス 26.5mm の、まあ、結構前のタイプなんですけど、まだ使ってます。160度にしてますね、いつも温度は。髪の巻き方なんですけど、本当にめっちゃ簡単で、とりあえず段がついてるんで簡単に巻いてもふわふわヘアになるんです。こうしますね、ほい、まあ巻きましたね。で、前髪なんですけど、かけて、まあ、ここだけ残してあるじゃないですか。これを、こう、2回持って、外側に、くるん。はい、で、ここを持つ。こう、冷えるまで同じとこに置いとくと固まるっていう法則を活かしてですね、とりあえず持ちます。はい、こんな感じで外側に巻けました。ちょっとまた同じ風に外側に巻いてキープ。上はちょっと止めといて、下の産毛っぽいのを思いっきりグーンって巻きます。はい、ぐるんって巻かれましたね。で、上のを取ってきて、いっぱい掴んで巻きます。これはいっぱい掴むっていうところがポイントだと思いますね。3回目私は髪を巻く前に髪に熱を通します。見てたらわかると思うんですけど、そうすると巻きが取れにくくなります。ここから崩していきます。こんな感じで手ぐしで、ちょっとボワッとなりましたよね。毛先がパサついてる感じが、あと
前髪なんかちょっと重い感じがするじゃないですか。で、これ使います。ジェミールフランメルティバターバーム感じで、バームタイプになってるんですけど、まあ、手に出すと結構バームっぽい感じが。で、これを手に伸ばしてこんな感じで全体につけます。ちょっと硬い感じなんで、まあ、トリートメントとは言ってるんですけど、ツヤが出る&ちょっと形状記憶みたいな感じで、私これ使うようになってから負けが取れにくくなりましたし、なんかポワンってやった時の弾力みたいなのを感じるようになりました。前髪も若干このこっちがこっちに入らない時とか、ちょっとこういう感じで一緒にまとめて癖づけします。ツイッターで知りました、これは。はい、ということで髪完成しました。基本的に髪の土台が大事だと思うので、まあ、毎日すごいしっかりトリートメントしてるし、できるだけ行きたくないけど美容室にも頑張って行こうって心から思うようにしてます。私が今回やってもらったところすごく良くて、あのローネスの銀座の目黒さんっていう方、すごく優しい女の方だったので、ちょっとよかったら、気になったら行ってみてください。そこのトリートメントがめっちゃ良かったんですよ。ブリーチもここブリーチしたんですけど全然痛まなかったし。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。またねー。